全国の高等学校の先生方こんにちは、東進ハイスクール英語科講師の安河内哲也と申します。ついにですね10回目となる夏の教育セミナー、なんと4年ぶりに会場で実施いたします。8月1日火曜日、これが東京ですね、そして8月3日木曜日、こちらが大阪です。今年のテーマはですね、2025年共通テストと新学習指導要領ということで、まずは基調講演として大学入試センターの森下先生からメッセージが届いています。予見困難な社会を生き抜いていくための力を育てるとして始まった校内接続改革、令和7年度試験から新しい教育課程に基づいて学習した方々が受験するため大学入学共通テストも新しい学習指導要領に基づくものになります。今回の講演では大学入学共通テストが導入された経緯を振り返りつつ、大学入試センターがどのような方針で問題を作成しているのかにも触れながら、令和7年度試験からどう変わるのかについてご説明します。いいですね、いかがですか。共通テストご担当のね、森下先生から直接お話が聞ける非常に貴重な機会になってますんでね、ぜひご利用ください。さらにですね、会場では質疑応答も行いますんで、こんな機会ね、なかなかないですから、ご参加していただける先生方はぜひ会場にね来ていただいて、たくさん質問していただければと思います。それからですね、情報探究に関する専門的に研究されているですね、大学の先生方の特別講演もございます。新課程になって情報、そして探究ですね、これ気になるという先生多くいらっしゃると思うんですが、ここ少しでもヒントや学びが得られればね、本当にありがたいですね。ぜひご利用ください。分科会は英語、数学、国語、そして情報探究の5つを行います。なんといってもですね、実際に高校で教鞭を取られている先生方の授業実践が聞けますから、めちゃくちゃこれ参考になります。で、私はですね、東京会場の英語の分科会を担当して、活動型授業の実践と、学校の英語科のチームの作り方、そして何よりも生成 AI を使って、授業の準備や授業をしたりする、その方法をですね、私がいろいろ作ってきた秘密のプロンプトを皆さんにシェアする形でやっていきたいと思います。当日最後にはご参加していただいた先生同士の交換会もね予定してますので、やっと先生方と直接お会いできます。私も非常にね心待ちにしておりますので、ぜひこちらにもご参加していただければと思います。遠方の先生方、そしてご都合が悪くご参加いただけなかった先生方は、8月14日月曜日からオンラインでの配信も行います。これ便利ですね。他の教科も私も見ることができます。東進が取り組む高校生の夢志を育む講座も特別公開します。こちらもぜひご覧ください。第10回夏の教育セミナー、ご参加をお待ちしております。